ポスカ、マルシン、中軸黒色カラーバリエーションポスカは、三菱鉛筆が発売している、水性顔料インクを使った、サインペン。本体のラベルには、ポスターカラーマーカーと書かれている。不透明の水性顔料インクを使用し、ポスターカラーのように鮮やかに発色し、乾燥後は、耐水性があり、重ね書きや、にじみや、裏写りしない、水性なので、 素材を犯すことないなどの特徴がある。当初の想定する素材は、サインペンが示すところの紙への描画であるが、顔料インクなので、金属やガラス、プラスチックなどにも描ける。色数は、豊富にあり、金色や銀色など、メタリック系を含めて、最大17色、蛍光色も5色が用意されている。これらの特徴から小中学校などの教育現場や、 伝統のポップ広告を各く筆記具として利用される。他に派生商品として筆ポスカ、極細ポスカ、ラメ入りポスカなどがある。筆ポスカではペン先を筆ペンのようにシフでタッチでデコボコ面にも描ける。またノックで液量を調節するという画期的な製品で、この技術は同社の子会社であるユニコスモが製造する化粧品にも培われている。 極細タイプでは、グリーティングカードや、写真、鏡、付け爪などの細かい描画に使われ、ラメ入りポスカでは、ラメと呼ばれる、微細な金属粉をインクに配合し、描画後にキラキラと光る。また、女子中高生をターゲットにした極細タイプで、スリムボディ、スクエアキャップを採用した、ルー、パスカが販売されている。ルー、パスカでは、基本色十色、メタリック六色、 パステルカラー6色、シャイニーカラー8色の計30色が用意されている。後に同社が発売したウニプロッキーもポスカと似た特徴を有するが、プロッキーは下地の隠蔽性がなく、またポスカよりも速乾性に優れている。一部のプロッキーではツインマーカーでインクの詰め替えができるなど、値段はプロッキーの方が割安である。また色数は最大18色で、 白色はない。ポスカの不透明色は白色顔料の酸化チタンを混ぜることで実現しており、インク粘度も高いためペン先の押し込み、ポンピングでインクを供給するバルブ式構造を採用する。一部のギャルは発色がいいとして肌につける化粧に使っている。極細タイプの公式商品紹介では付け爪のデコレーションといった 化粧品的な利用法も紹介されたことがあり、人体に有害な成分も含まれていないが、直接肌に塗ることを想定した製品ではないので、推奨はされていない。ありがとうございます。